ジョーダン191。ジョーダン191は、ジョーダングランプリが1991年の F1 世界選手権参戦用に開発したフォーミュラ1カー。設計者はゲイリー・アンダーソンとマーク・スミス。1991年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。1991年から会一に参戦を開始した。 ジョーダングランプリの F1 第1作目のマシン。マシン発表時には、ジョーダン911とネーミングされていたが、911タイプを看板車種に有しているポルシェカクレームが入ったことから、開幕前テストからは、ジョーダン191と解消された。シャーシの基本設計はコンサバティブにまとめられたが、エアロダイナミクスは、当時最新のトレンドを導入していた。 フロントウィングは1990年にティデル h q が F1 に持ち込んだハイノーズドンヘドラルウィングをモディファイした投書ナルウィングを装備。丸く細長いペンシルノーズやホームベース型のコックピット開口部、2つの大型トンネルを持つディフューザーなど、エイドリアン・ニューウェイが設計したレートンハウスのマシンとの共通点も見られるが、レートンハウスに橋を発する当時の空力トレンドを 独自解釈で消化したものである。特にサイドポンツームはリアエンドに向けて下部をえぐり込んだ形状となっており、他チームにも模倣されることになった。リアウィングは多くのレースで三段式を使用した。フロントサスペンションはティレルに追随してモノショック式を採用。サスペンションアームはカーボン製を初めて導入した。エンジンは新規参戦チームながら、 片落ちのフォード HB の契約を取り付けた。HB エンジンは前年までベネトンに独占供給されていたもので、1991年にベネトン以外にこのエンジンの供給を受けのは冗談だけだった。この2チーム以外のフォードユーザーは皆旧式の DFR エンジンを使用した。初走行はアイルランド出身の元会一ドライバー、ジョン・ワトソンが担当した。当時のボディは、 カーボンチの黒一色で湾岸戦争では大となった攻撃機械 -117 になぞらえてステルスと呼ばれた。その後、緑色をブランドカラーとするナナアップや富士フ,フィルム第三戦から、を主要なスポンサーとして獲得し、車体はアイルランドのナショナルカラーである緑色、アイリッシュグリーンと青色にそされた。ゲイリー・アンダーソンによると、 レーナードのチーフデザイナーを務めていた1989年にエディ・ジョーダンから会一参戦計画に誘われ遺跡1990年2月から191の開発を開始した。サスペンションの設計はマーク・スミスがギアボックスの設計はアンドリュー・グリーンがそれぞれ担当した。アンダーソン自身は機械工学の専門的な教育を受けていないのでアイデアが浮きかとスミス。 グリーンの二人に相談して実現可能かどうかを判断していった。また、自身のメカニックとしての経験から整備のしやすい、シンプルなデザインとすることを考慮した。アンダーソンは191の開発を進めながらも、ジョーダンの F1 参戦計画が実現するとは思っておらず、マシンが完成するかどうかも確信はなかった。なので、ジョーダンがフォードとコスワースからエンジン供給の契約を、 取り付けてきた時には、なんてこった、本当にやるのかと驚いたという。ドライバーは、ベテランのアンドレアでチェザリスと、若手のベルトランガ賞を起用。プレシーズンテストでは、スポンサー獲得のために、1990年までの、旧レギュレーション仕様で走ってるのではと噂されるほどの好タイムを記録した。開幕戦アメリカ GP では、 トラブルからマシンが炎上しほとんど走れなかったチェザリスが予備予選落ちを喫したがその後は新規参入組の壁となる予備予選を難なく通過し予選でも中盤あたりの成績を残したエンジンがシリーズ E から4にアップデートされた第5戦カナダ GP でチェザリスが4位ガショウが5位でゴールしチームの初ポイントを2大入賞で記録したガショーは 自身にとっても初入賞った。続く第6戦メキシコ GP でもゴール直前にガスケに見舞われたマシンを押してゴールしたチェザリスが2戦連続となる4位を記録。第7戦フランス GP でチェザリス第8戦イギリス GP でガショーがそれぞれ6位に入った。前半戦の成績により予備予選を免除され第9戦ドイツ GP では シェザリス5位が小6位と2度目のダブル入賞を果たした。第10戦ハンガリー GP では、ガショがチーム及び地震初のファステトラップをマークした。順調なシーズンを過ごしていたが、ハンガリー GP 終了後に、ガショが障害容疑で逮捕された。シーズン開幕前、イギリスでタクシー運転手に対し、同国で使用禁止の痴漢撃対応スプレーを噴霧しことが理由だった。 交流された画賞に代わり、次戦のベルギー GP では、メルセデスの強力なバックアップを受けていた、ミハエル・シューマッハがシートを得た。ベルギー GP は、予選、決勝を通じて、チームのドライバーが注目を浴びることとなり、予選ではシューマッハが、デビュー戦ながら、マクラーレン、ウィリアムズ、フェラーリ、ベネトンの後方予選7位を獲得。決勝スタートでも位にまで順位を上げたが、 一コーナーのラソース通過後にクラッチトラブルでリタイアした。またチェザニスは決勝においてじわじわと順位を上げ、終盤には2位まで浮上。残り3周でエンジントラブルによりストップしたが、13位。乾燥扱い、一時はギアボックストラブルを抱えるトップのアイルトンセナの背後にまで迫った。シューマッハはこの一戦のみでチームを離脱し、ベネトンに移籍した。 第12戦、イタリア GP、13戦、ポルトガル GP ではシューマッハに、ベネトンのシートを奪われたロベルト・モレノが上段をかけるたが、それぞれ、リタイアと10位に終わった。また、チェザリスもイタリア GP では終盤まで6位を、走行しながら、ピケに抜かれ7位、ポルトガル GP も8位とポイントは獲得できなかった。第十四戦、スペイン GP 以降の三戦は、モレノに代わって、 アレッサンドロザナルディがマシーンを借るも、チェザリストもども入賞はなかった。ジョーダンは最終的に新チームながらランキング5位でシーズンを終えた。1992年には新たにヤマハエンジンを搭載することが決まっており、ヤマハ V12 エンジンを191に搭載したマシンを黒沢拓が鈴鹿サーキットでドライブし、テストが行われた。 191はスタイリッシュなデザインと鮮やかなカラーリングにより歴代界一マシンの中でも美しいマシンの一つとして人気が高い。また、ミハイル・シューマッハが F1 デビュー時に登場したマシンとしても記憶されている。シューマッハのデビューから20周年となる2011年ベルギーグランプリにおいて彼のデビュー戦でトラブルを起こした191のクラッチが エディ・ジョーダンからシューマッハに送られた。ゲイリー・アンダーソンによれば、クラッチは AP から無償供給されたもので、ウィリアムズから返品されたやや故障の多い旧タイプだったという。レギュラードライバー2名は問題なかったが、シューマッハには丁寧に扱うよう指示するのを忘れていたため、決勝でそのツけを払うことになってしまった。ゲイリー・アンダーソンは、 当時のコスワースとの関係について、技術的な協力関係はなかったとしている。今のコスワースは、レースのことがよくわかっていない。キースダックワースがいた頃は、真剣に取り組んでいたが、現在は、単にエンジンを作っている会社に過ぎない、ホンダやルノーのやっていることを研究する意思さえない、彼らとの間にあったのは単なる商売上の取引、関係だけだと語っている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。